古根帝新潮。古根帝新潮は、東京の落語家の名跡。三代目の死去に伴い、現在は空席。五代目古根帝、新潮門下より生まれた名前であり、これまで名乗った三人は、全員五代目新潮を師匠に持っていた。初代と三代目は実施。三代目古根帝新潮。古根帝新潮。 1938年3月10日から2001年10月1日は、東京都文京区本駒込出身の落語家である。本名、美野部教授。五代目古根亭新章の次男で、十代目金原定馬生の弟、女優の池波士の和名、俳優の中尾明は、義尾にあたる。出林は、老井松。縄文は、鬼沙。七代目、立川男子。 五代目、三遊亭窓科学、五代目春風亭龍朝と共に、若手新内の頃から東京における、落語若手四天皇と呼ばれた。他に、同世代話家の中では、東の新長、西の四尺とも称される。教授の名は一時期の父の師匠初代、柳谷三五郎が、出生日の陸軍記念日にちなんで命名したと、されている。独協高等学校でドイツ語を学んだ。 当初は外交官になるという夢があり、後には毎年弟子を連れて大好きなドイツへ旅行に行った。当初は役者を志しており、話し家になる意思はなかったが、新章から歌舞伎役者は親が役者でないと上に行けないが話し家はセンス一本で偉くなれる。と説得され入門した。父の新章に入門してから五年目という異例のスピードで新ちに昇進し、 主に八代目桂文楽の演じ方を基調としながら、後に六代目小福定昇格に浸水して、高単差を修学し、名実ともに大看板として人気を博した。若い頃は、テレビ出演も多く、喜劇俳優としての仕事もあったが、後にはタレント的な活動をセーブして、本業の落語家としての活動に注力した。独演会のチケットはすぐに完売するほどの人気であり、 古典芸能の墨吉踊りを復興させたことでも有名である。同業者からの評価も非常に高く、若手の頃の身長を指して八代目桂文楽は、縁朝を襲名できるのはこの人と、父新潮に述べた。縁朝は、落語界では誰も告げないとめなであり、文楽はそれほどに身長を買っていた。入門から五年目の新内昇進は、 文楽の鶴の一声によるものだった。新町の晩年に七代目、立川男子は、金を払って聞く価値のあるのは新町だけと語っている。一部のファンや俳優仲間からは、長様の愛称で呼ばれた。また、長らく、新宿区早稲田鶴巻町に今日構えていたが、その後新宿区野来町に転居し、以後一部では、野来町という呼び名でも親しまれた。 落語家としては初めて高級会社を乗り回したり、豪邸を建てたりしたことで知られる。しかし前社に関しては父、新章からも反対され、後者では男性週刊式者から落語家が豪邸を建てるとはことか、長屋住まいを続け金に執着しない八代目、林家正蔵、後の林家彦六を見習いと、非難されたりと、風当たりは強かった。しかし彦六の弟子の初代、 林や菊蔵、現、林はや木久もは、これから、若手が経済面で手本とすべき存在と高く評価している。一方では、客入りの良くない名古屋のオース演芸場を守る、足立石せの心意気に感じて、1991年から、毎年独演会を行った。大阪では、道頓堀角座に、初めて出演した時、 落語が受けなかったので漫談を講座にかけて大いに受けた。ところが支配人から漫談ではなく落語をしてもらうために呼んだのだと注意され以降は落語をきっちり演じるようになった。大阪の客に東京の落語が受け入れられるまで5年かかったが大阪の街を心から愛するようになったという大阪の城宿としていた1000日前の旧情報旅館のお上の葬儀で 関西のしきたりで一番重要な、止め証拠を遺族に懇願されていったりもした。現在は旅館を建て替えた建物に鳥居ホールを設け、上方話課のみならず、新朝一門など東京の話課も、大阪で定石を打てるホールとして、今も活用されている。もちろん、生前の新朝も、死ぬまで、ここでやると、大いに喜んだという。落語以外にも、佃に、ふりかけ、 西木松梅の CM キャラクターとしても有名で、中身もいいけど、器もいいねという CM 中のセリフを、講座では他の色々なものに置き換えて、器はいいけど、中身は、などと一種のセルフパロディに仕立ててよくネタにしていた。このたむぎ茶や紙おむつのテレビ CM に出演。煮詰め時代に身の回りに不運が続いたため、新人が足りないと母に言われて、 谷中の寺に守り本尊としている国造菩薩へのお参りに出向いたところ、その寺の住職に国造菩薩の使いはうなぎであるので、菩薩の命日である十三日はうなぎ立ちするよう勧められた。しかし、十三日だけなんて勝手な話はないと、以来四十年以上にわたり大好物であったうなぎを断った。うなぎについては、1994年のテレビ朝日、 徹子の部屋出演時、はじめは我慢するのが大変だったが、食べたいと思わなくなったと語っていたが、最晩年、ニュースステーションの最後の晩餐コーナーに、出演の際には、うなぎを死ぬほど食べてみたいと語っている。がんによる死を前に、食べたいものを聞かれた時も、うなぎが食べたいと語ったと。晩年、時間がない時などは決まって漫談、山田五一を講座にかけていた。自分が、 俳優、山田五一と間違えられる下げのこの演目は、いわゆる自虐ネタであるが、新長が最後に演じた演目でもあった。所属団体は、落語協会で、若手時代には、将来の落語協会の大幹部候補としても、職望されたが、口述する、落語協会分裂騒動の際の自身の身の振り方の、敬意や、騒動以後は講座に専念し、 教会内部の政治的なことからは、比較的距離を置いていたこともあって、58歳から、亡くなるまでの5年間、副会長職を務めるに止まった。父、兄同様に酒を愛したが長年にわたって、糖尿病を患い、時折入院過療していた。2001年10月1日、肝臓癌のため、自宅で、家族、弟子に見守られる中、63歳で死去。 大切にしていたドイツ語の辞書は、棺に収められた。父である新章を尊敬していたが、芸の形を真似しても育った環境も、人生経験も全く異なる。父の境地に近づくことは、不可能と考えていた。八代目桂文楽に注目して話を丹念に、組み立てる方法で、自らの芸を構築していった。六代目三遊亭炎章も敬愛する大先輩であった。 1978年5月の落語協会分裂騒動では、新長は一時的に炎章と行動を共にして、落語協会脱退を表明している。しかし当初見込みとは異なり、東京都内の落語定席の石帝たちは、炎章の新団体に寄せ出演を許可しなかった。新長和人だけならば三代目、三遊亭金馬のように寄せに出ずに活動することは可能だが、自らの弟子を含む、 若手の落語家にとって寄せ出演は芸を磨くために重要と考え、周囲の説得もあって、脱退を撤回した。この時、これからは芸を見てもらう、それしかありませんと決意表明をし、落語協会の会長であった五代目、柳谷子さんは、新宿末広定席邸の北村銀太郎の助言もあり、交番を下げずに、新庁を含む協会復帰組を受け入れた。 大阪の落語家との交流の深さは、同世代の東京の落語家の中でも、群を抜いていた。六代目小福亭昇格に浸水し、自身、大阪の格座に出るたびに追っかけ回したと、証言するほどであった。そんな新重を、昇格も可愛がり、その縁から新重は、大阪の寄せにも、頻繁に出る機会を得て、大阪の客に受け入れられ、芸も上達した。慎重にとっては、 昇格は芸の恩人であり、遊びを教えてくれた良き先輩でもあった。新長自身、情報落語会復興の苦労話を昇格から夜を徹して聞かされたのが一番感動したことだと述べている。他には三代目、桂春男児、三代目、昇福亭二角とは二人会を開くなど信仰を深めた。特に、春男児とは共に、親が落語家であったこともあり。 双方とも格別の思い入れがあった。二人会になると文字通りの真剣勝負で、二人とも気合の入った講座となった。立川男子との若手時代からのライバル関係は有名であり、慎重に新内昇進を追い越されたことが、男子が奮起するきっかけになった。また、落語協会分裂騒動では、三遊亭演唱が三遊落語協会の自らの後目を慎重としたことが、 男子が土壇場で新団体参加を断念した大きな要因であったとされている。この件をめぐり男子とは激しい口論になった。男子の芸は協会離脱後新長とのライバル関係がなくなったから衰えたという説を男子の弟子が唱えていたことがある。他、など、カセット版は 文芸春秋より1988年から1989年に発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。